こんにちは、もまみきです。今日は繊維筋痛症物語その7、で、私は治験で繊維筋痛症と診断されたわけなんですけど、ちょっと別の疾患があったので治験対象外ということで、診断された病院で治療を開始することになりました。で、私は LYRICA カプセルっていうお薬を処方されたんですけど、そのお薬って25ミリ75ミリ150ミリっていう3種類あるんですけど、私は突然150ミリを処方されてしまって、ひどい副作用に襲われてとんでもないことになりました。で、こう診察のたびにその辛さを訴えても、あなたは痛みが強いんだから我慢しなさいっていう、150ミリを最初1錠だったんですけど、痛みが強いからってどんどん増やされていってしまって、もうどうにもならなくて、別の疾患の大学病院の先生に相談しましたら、専門病院があるからそこ紹介してあげるねっていうことで転院し、正式正確本来の治療を受けられるようになりました。本来は25ミリから薬に慣れていって、徐々に、将来的には最初に飲んでいた150ミリをこう体に合わせて調整するっていうものらしいんですけど、そこの、最初の先生は150をボンと出す先生で、転院先で、なんだその医者、後で文句言ってやるって先生は、転院先の先生は怒っていらっしゃいました。ではまた次お会いしましょう。失礼します。